だいぶ豪華になってないちょっと。演出が。亀裂。あ、始まるのこっから。深く向き合いすぎてる感はあるんだろうなぁ。この刺激は三月くんじゃないと無理だな。ゲーでそう、ちょっと、重いはい、どうも、アニメレクターの財前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。 今回見ていくのは、アイドル7、サードビート、第3話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。i73 期ナナ、3話ですね。3の3、見ていこうと思うわけなんですけれども、さあさあさあ、ちょっと、ちょっと、アイナナとか、彼ら自身ではどうにもならない出来事に巻き込まれそうです。事務所間戦争というか、完全に芸能界の勢力戦争に、 ちょっとアイナナのヤマさん、リックンが、ちょっと巻き込まれそうになってるし、モモさんに関しては完全につくもに取り込まれそうになっている。うん。うちの味方すれば、ユキんも助けてあげるよ。リバーレは助けてあげるよ。みたいな形になってるし、ただ、だからといって助けてくれるのか、何しろつくも量がやばいっていうことが前回明らかになったわけなので、 さあ、もう完全にビジネス職の強くなったこのアイドル業界がどうなってしまうのか、純粋にお客様の笑顔ではなく、金を稼ぐためにみたいな、かなり生々しい話になってきているこの間な、どうなっていくのか注目していきましょう。それでは見ていきましょう、よーい。スタート。さて、なかなか指が重いです。ははは。 再生ボタンを押す指が重いよ。ちょっと。話が生々しいって。<laughs> もあいさん、どう思いますだから僕と視線を合わせてくんないんですね。ちょっと斜め上を見てるんだね。分かったよ。オープニングねえし、また。さあ、シングル曲。山、まあ、さーんもそうだし、流星みたいっていうのも気になるよね。 水星はもっとバーって光るもんな。髪茹でちゃった。レッツゴー。んー。さあ、行こう。行こう。行こうっていうか。まあ、あとりあえずライブをするわけなんですが。春新曲マジ聴かせてくれんのわー。春来ます。 いいね1年経った春って感じ「人と,とせまた春」「桜メッセージ」「 오고상 우. ライブ豪華になってないちょっと。演出が。えー、でも、こんだけ応援されてるのにつ、消えちゃうのキャスト欄がもう出てるんですが。 え、終わる気このアニメ。え、終わりかありがとうございました。ほんとに。いやいやいや。さて、ミド。夏目くんがまた出てくることは分かったわ。え、もう完結する気これ。もう終わりあ、たった2分でした。本編は。わお、なにこのハンドサイン。わお、でも,でもすげえ豪華になってるよね、やっぱり。 ライブ演出カメラの見せ方わおピンク色になってる桜色だ いいね。曲いいねーお毛がめっちゃいいな。いいねーいい曲いい綺麗な声。うわ、これ。 ああ、なぎくん。ああ、お疲れ様です。3は、えー、終わりです。えー、終わりですねっていう感じはあるんだけど。いいね、なんか、アンコール前かアンコール後かわかんないけど、鳥にふさわしくない最後に歌ってほしい。あ、亀裂。あ、始まるのこっから君と会いなないと。うーん。どうしよう。 あらそうなのああ <laughs> そうねみんな保管できてるイエイそうねちょっとヤマさんがね役に入ってるんで。 <laughs> <laughs> そうねートラブルまあ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 そうねー。 お、ハ <laughs> 合わせてるああ面白いかも面白いかもね7人いるしわわお それ卵あ目が悪いあ、よく分かったねこんだけ変装してるのにワオ何何何んか。 ああ、トリガーファンか。お俺たち犬丸トーマ。ああ。 開催しちゃったうんー痛いこれあれじゃないつくものじゃないむせるんじゃない多分 ちょっと発作が優しい優しい優しい何この子優しい好きになっちゃうどこの事務所とりあえずそれだけ教えてほしいつくもっぽいそこ掴むんだ <laughs> 優やさしすぎるいい子すぎるなりっくんわーお聞いてみたいぜさあつなしさんなんかトラブル 2番目の弟あそうなんだえー、悲しいそうねまあ <laughs> まあ、そういう側面は絶対あるなあ <laughs> 悲しいそうねああ <laughs> 出てきた 社長おすごいなすげえこと言うなうんー才能はあるもう認められてるからいるわけだしねえ <laughs> おノーマット解散ああ食われるわもう戦争だもんな芸能界はさて夏目くん うん。いい感じに進んでる。撮影はいい感じに進んでるっぽいな。ヤマさんのシーン大丈夫そううーん。ミッション。うん。 <Wow. S 2> 感情を見つけた さあ、見つけたっぽいね感情うん。 なるほどねそこが本質まあ真面目だから受け取っちゃったっていうのはあるんだろうけどねうーんああ あらあら。うん。はいはい。うん。 へぇうーん。ひょうひょうさは消えたよね、完全にね。ある程度、多分なんだろう。もう復讐は目当てだからみたいなところで、こう、楽に入れたけど、そこの軸が、あ、すごい、ガチ恋距離。 うん、深く向き合いすぎてる感はあるんだろうなうんそうなんだよねあはるきくん なるほどね。だからこそ向,向き合いたいんだ。はあ、はあ、はあ。マジ虚構の緑をとらう。わお。 いなかった？あれ？ごめん虫飛んでるわ。あーはははは。えー、ワオ。 なるほど、本物は。まあ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 、品があるなしとかでもわかるだろうからね。そうか、そうか。 わうんーあうんーそのメッキの剥がし方あるすげえな。 うーんあーそうねでもそういう優しさがでも綱さんのいいところ。 あー共有できたら楽になるそうかでも話せてないんだもんなー話せるとちょっと楽になるさあ話しづらいところ そういうつもりじゃないからな、うん、あーやばいな。 うんそうね話せないからっていうならほどほどうーんうわっ うーんいやでもダメいやでもこの刺激は美月くんじゃないと無理だなため込みすぎたがゆえにっていうところもあるんだろうけどどうあるべきかのプライド えわ、wow. wow. あーああ、うん ああ、事務所でトラブってる。つくもとトラブってるけど。それがきっかけでトリが潰されちゃったりするかな千葉サロンの幹部クラスえどういうことあ、探りを入れたってこと関係者か。

やばいな。 やべえ、マジで。これ、どう解決しよう。心の声、うわ、ええー、ええ、ゲー、ゲー,ーでそう、ちょっと、重い はい、というわけで見終わったわけなんですけど重い <laughs> おーおおおお飛ばしますね飛ばしますねこの作品は飛ばしますわねーっていう感じですねほんとにいやーマジかちょっともういやなんかさ気もそぞろでさずっとさこの服のさここの部分いじってたわ。 こうやって、やどうなっちゃうんだろうとか思いながら、こうやってずっといじってた。<laughs> 落ち着かなかった。心がザワザワしちゃって。うん。<laughs> やばいやばい。このままだと服ボロボロになるぞ。マジで。愛ならに服ボロボロにされるかもしれん。ほんとに。ファスナーバカになるかもしれんからね。うわぁ、なるほど、なるほど。 なあ、こうなってしまったかー。まあまあまあ、ナな,な,ならっていうさー、そういうあれだからー、まあ爆発はするだろうなーって思ったけど、多少なりいい雰囲気に向かっていくかなと思ったな。うん。いい雰囲気に向かったところをつくもの爆弾ドンかと思ったら、ここまでちょっとなー、意固地になってしまうとね、ヤマさんがねー、 うーん、逆につなしさんはそのキャラクターについて二人で相談できたから気持ちが楽で入れて仲間で入れたけど、うーん、ヤマサは抱えすぎたなーっていうところでも、うーん、まあ、やっぱり、なんだろう、言っちゃうとさ、迷惑かけてやめるつもりでもあったわけでしょ、復讐のためっていうことで。うん。だから最終的に暴露して芸能界から消えるつもりではあったんだろうから、 アイナナは所詮踏み台だぜ、みたいな。なんか仲良くはするけど、踏み台だぜ、みたいなところだと思ったんだけど、自爆ができなくなっちゃったわけだよね。かといって、誰かともう共有する段階ではなくなってしまったっていう感じではあるんだな意固地になってる。うーん、どっちにも舵を切れなくなって、まあ、み月くんにつっつかれてっていうところだろうな。 処理、自分の中で感情の処理ができてないのにそうやってこうつっつかれてしまったらちょっと焦ってしまったわよっていう感じなんだろうなーけどこれはなーうーんどうでしょうどう思いますか <laughs> すごい雑みたいなところであるんだけどうーん僕としてはね話してほしいなって思うけど話せない気持ちもわかるもんなもうここまで抱えちゃったもんね 良くない爆弾を共有して今更になって共有するのかっていうところでもあるし、うーんもうだから墓まで持っていくつもりでもあるだろうからね。ーいや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 。千葉サロン、まあ他とは事情も違うしな。うーん爆弾だもんねか。本当にとんでもない爆弾だもんね。言っちゃうと。うーん いやー、まあ、みんなは共有してくれると信じるけど、いろいろとちょっと思うところあるのはノーマットの解散で、りっくんがね、あの、ミドウくんと会ったりだとか、みドウくんじゃないわ、犬丸くんと会ったりだとか、あーいやー、これどうなんだろう、ちょっと読めないな、この先の展開が。とはいえ、なんかやっぱり千葉サロンについて探りを入れようとしてるのは間違いないな、つくもが。うん、いろんな人のコネを使ってね。 で、多分、つなくんがそれっぽいなって思ったからアプローチかけたけど、そういうわけじゃなさそうだなっていうところではあるんだな。うーん、やっぱり、ヤマさんから取りたいんだな、いろいろと。ん、情報。ああ、すっぱ抜く、引っぱ抜くにもしても、星陰に止められないレベルででっかい爆弾が欲しいわけだな。うーん、まあ星陰潰れちゃえばっていうところだからな。さあさあさあ、徐々に徐々にね、毒が迫ってるわけだし、 まあ割と誰かのせいってわけでもなく、行くとこまで行ったからこそ、ねえ、原点に立ち返るときにどうなるかっていう、ある種、ちょっと後回しにしてきた問題のツケを今、払い続けてる形にはなってるよね。うん、つくもとが関係なくね。うん、割とステージが進んだからこそっていうところだな。ねえ、あとは、どうなんだろうね。花巻すみれさんはどう絡んでくるんだろうね。つくもとみどうくんが繋がっているなら、 花巻すみれの話って、どういう風に、ねえ、処理をしてるっていうか、なんで消しかけたんだろうなっていう風に思うよね。だってつくもの事務所からだって抜けたいと思ってるとかさ、トラブってるんだよなみたいな。まあでも関係ないのか。まあいろいろと思うところはあるわけなんで、ちょっと次回も注目していきたい。ちょっとこれ見てられるかなマジでちょっと重いな。マジで来るものがあるな、心の中で。はい。ちょっといろいろと読めないし、ちょっとなんか、心が痛いですみたいな。 心の弱いところ、うーって踏まれてる感じになってるので、ちょっと、いや、心を強くして見ていこうと思います。以上、アイナラ3期でした。バイバイ。